一番はまずその髪のダメージをきちんと把握して、そこで髪の毛の中の足りない部分の要素をきちんとやっぱり充填していくっていうことが大事なんで、それは例えばケラチンとか CMC みたいなものをしっかりと髪に補充をしていって、髪を傷まないというよりは、髪にパーマ剤をつけた時にそれをうまくそのパーマ剤をコントロールできるような髪の状態に極力戻していくっていうのがまず一つ目で必要なのと、次に大事だと思ってるのはやっぱりパーマを巻いたりする時のその髪にかけるテンション、やっぱりそのテンションが髪の痛みによってうまくコントロールできないと、まあもともと当然薬剤をつけたら軟化して髪は伸びますし、それよりも以前に濡らしてる時点で髪は伸びるじゃないですか。そうするとやっぱり 1.5 倍伸びる髪のその特性を十分に理解しながらパーマを巻かないと、だから僕なんかは本当に髪が傷んでる部分は全くのノーテンションで巻きますし、3つ目はやっぱり髪の量ですね。やっぱカットラインとしてやっぱり毛先のそのパーマを当てる部分に髪の量、重さを作るっていうことが、薬剤を髪に対するそのテンションの力のコントロールとして髪の量があるっていうことは、さっき言ったテンションに加えて大事な部分なんで、やっぱり量がないともうロッドの重さとかいろんなものの負荷がかかって、一本一本にかかる負荷が強くなると、もうそれだけでダメージにつながるので、パーマをかける際はもう絶対厚く毛先を切らないといけないんで、まあ今回やったモデルさんもそうですけど、やっぱ基本的にはブラントカットで厚めにして量は最小限にすることによって毛先の厚みを確保するっていうやり方をしてます。その今言った3つの部分を意識することによってパーマのかかりってやっぱり違うくなると思いますし、あとその後はやっぱりその薬の置く時間とか、そういう薬のその強さをコントロールするっていうところにつながってくると思うんで、でもそれはケミカルの部分なので、その前にやることは素材を整えるっていうことが一番大事だと思うんで、その素材を整える3箇条みたいな感じですかね。お客様がパーマをかける際にハードルがまず2つあって、1つはパーマをかけて本当に楽になるのかっていうのがまず1つ目なんですよ。で、2つ目は痛む痛まない問題があるじゃないですか。こちら側がお客様に寄り添って、でお客様にここの部分で安心してもらえるようなそのカウンセリングができるかっていうことが大事なので、お客様に向いてる向いてないってすごくあると思うんですね。お客様の髪の状態とか元々の髪の素材もそうですけども、向いてない人にはもう絶対やんないですし、だけど本当にこちら側がかけることによってお客さんの手入れが楽になって、さらにお客様が毎日それでスタイリングがやってハッピーになるんだったら、お客様にその旨をきちんとまずどうメリットがあるのかを伝えて、あとは痛みの部分は痛まないとは言えないので、やっぱり痛む中で最小限に自分たちがやる、そういうさっき言ったいろいろなケアとか自分たちができること、お客様が家でやっていただくことっていうことをきちんとお伝えしてやれば、こちら側が当てた方がいい、パーマをやった方がいいっていうお客様にはそれをちゃんと伝えればやってもらえる機会というのは増えるんじゃないかなとは思ってます。毛先に厚みがないとやっぱりパーマってなかなかうまくかからないので、今回僕がやったのはまずブラントカットで毛先を厚く切ります。でその後に髪の毛のそぎを、動きをメインに考えてこう細くするそぎじゃなくて間を間引くそぎっていうのをするんですよ。でそれが僕らがやってる間引きセニングっていうので、セニングでまあ言ったらハイライトでカラーを取るみたいに間をセニングで取っていくと間がなくなる、でも毛先の重さは残るという、髪が動く原理を、髪が少ないから動くんじゃなくて空間を隣に作ってあげることによって髪を動かすっていう原理で切ると、切ったり削いだりするとパーマが生きるカットになるかなと思ってます。一番は朝きちんとパーマをまず水分を含ませてパーマをまず戻してあげるっていうことが一つ目のコツで、
でそれを戻した後にそのパーマを例えば巻き髪みたいにしたい人だったら自分でドライヤーを当てながら指でそのパーマの方向性で乾かしてあげるとこういう巻き髪みたいになりますし、例えばラフな感じがいいんであれば濡らした後にムースとかクリーム系のワックスを揉み込んでそのまま自然乾燥っていう形でもいいので、とにかくパーマの場合は朝めんどくさがらずに髪にきちんと水分を含ませてあげてベストな形のパーマの状態をまず濡らして出してあげるっていうところがお客様にとってパーマをうまく家でスタイリングするコツなんじゃないかなと思います。